みなさんこんにちは、つむたんです。はい、今日はつむたんが最近大好きなものを紹介します。じゃーん。こちらもうちょっと下じゃないか。はい、こちら焼きスルメです。なんかこの前親が食べてたら急にすごい欲しがって、普段全く食に興味ないのにこれだけはすごい欲しがったんですよ。なのでちょっとペロって舐めさせてみたらめっちゃ食いつきがよくって、なのでつむたん用に食塩無添加の国産焼きスルメを買ってきました。なのでちょっともうめっちゃ欲しがってるし、つむたんにスルメをあげてみようと思います。イエイ。スルメ食べるとよだれがすっごい出るので、こういう感じでスタイをして食べさせてます。開けろよって。よいしょ、待って待って、落ち着きたまえよ。本当に普段ね、他全く興味示さないのにこれはすっごい食いつきなんですよ。親父かって感じでね。はい、やばい。美味しいですか？うまいですか、ちょうたんくん。まだスルメは硬いからね、本当なんだろう、まだブチって噛みちぎって食べることはできないんだけど、舐めて舐めてちょっとずつね、柔らかくしてちょっとずつ食べてるよね。だからちゃんと喉詰まらせないようにとか見ながら食べさせてるっていう感じです。調べてみたらなんかスルメをおやつにするのは顎にいいとかね、あとまあ塩分気になるから1日にいっぱい食べさせないとか、塩分無添加のものを買うとか、そういう記事を見てこれを買いました。メスタイ逆じゃん。でもこれ本当難点なのが臭いんだよな。これ食べた後のね、右手がやばい。おじいちゃんみたいですね。もうね、しばらくはこれで、そうそう、集中しててくれるから、うん、大人がご飯食べてる時とか、ね、手が離せない時とか、そうそう、どうしてもぐずっちゃう時とかにスルメをあげる、あげるとめちゃくちゃ静かになるね。ほんとあげても1日1本とかそのぐらいだけどね、うんうんうん、1歳からのかっぱえびせもすごくつむたん大好きで、なんか海鮮ものっていうかね、ね、そういうなんだろうね、癖が強い、なんだろう、匂いなのかな、海鮮のなんかね、が好きで、うん、そうそう、あ、あ、これはいらねえって。はい、なんか取れた、ありがとう。で、基本的にこうやって長いやつ1本あげても1本は全然食べなくて、食べてもなんか2センチ、3センチぐらい、3分の1食べれば食べた方みたいなぐらいだから、そんなにね、塩分取りすぎることもないだろうし、まあね、こういう感じで地道に食べて。この前ね、食べてたやつもちょっと面白いから、
まあでも何か一つでもね、好きな食べ物見つけられたのはいいかなって思う、ね、うん、こういう感じでね、舐めて柔らかくしてちょっとずつこうやって噛んで歯が強くなりそうね。ジョナタン美味しい？ではこれほんと食べた後こっちの手がすごい臭くなるので、あのこの後はちゃんと石鹸で手を洗って匂いを取るようにしてます。美味しいですね。美味しいね。はい、ということで今日はつむたんがスルメを食べるっていう動画でした。ではまた見てください。バイバイ。